あるジャヌーブ・スタジアムは、カタールのアル・ワクラにある、多目的スタジアムである。ジャヌーブは、アラビア語で、南の意味。収容人数は4万人。主にサッカーの試合に用いられる。カタール・スターズ・リーグに所属するアル・ワクラ SC が、サウド・ビン・アブドゥラフマン・スタジアムに代わって、ホームスタジアムとして使用しているほか、サッカーカタール代表のホームスタジアムとしても、利用されている。 2022FIFA ワールドカップの会場候補の一つに選ばれており将来的に45,120人まで収容人数を拡張する予定である。2022FIFA ワールドカップではグループリーグ及び決勝トーナメント1回戦の会場となる予定となっている。ザハ・ハディッド率いる建築家チームによって手掛けられたスタジアムは 曲線的なポストモダン建築とネオフューチャリズムの要素を合わせ持つデザインが特徴で、屋根の外観はカタールの伝統的な漁船、ダウブネをイメージしたデザインとなっている。ドーハにほど近い距離にある。ハマド国際空港よりタクシーで約5分。ありがとうございます。